近年、遺伝子解析技術の急速な進歩によって、生命進化の研究が新たな展開を見せています。スイスを代表する国際的な研究機関であるチューリッヒ大学。最新技術を駆使して進化の謎に挑戦する進化生態ゲノミクスの研究グループを訪ねました。生物の遺伝子配列を読み解くのに大きな力を発揮する次世代シーケンサーです。遺伝子をバラバラにして個別に読み出すことで極めて短時間で全ゲノム解析ができるようになりました。その強みの一つは、これまでのようなモデル生物だけでなく、自然環境の中で育つ生物の全遺伝子配列の研究も可能になったことです。チューリッヒ郊外の渓流で植物採集を行っているのは、生態学の専門家、秋山玲子さん。探しているのはアブラナ科の植物です。この植物は過去に乾燥に強い種と水辺に適応した種との雑種として生まれ、その後新種として分かれていったと考えられています。両端はその2つの親種、真ん中が新たに分かれた新種です。それぞれの親にまたがる広い生息域を受け継いでおり、進化の結果幅広い環境に適応した種が生まれたと考えられています。過去から現在の間に何らかの形で、種が分かれて、その分かれた新種も生き残ってきたというふうに考えてまして、でその現在どういうところに、生きているのかというのを見ることによって、この種分化して生き残ってきた結果としての生存戦略を見ているということになると思います。チューリッヒ大学の研究室では、こうした植物の生存戦略と遺伝子との関係を調べるために、野生の植物や実験室で育てた植物の遺伝子解析を行っています。まずは集めた植物から抽出した DNA の倍数性を調べます。雑種から分化し、両方の親種の DNA を合わせ持つ倍数体は、野生種だけでなく小麦やさつまいもなど農作物にも多く見られます。さらにサンプルを細かく粉砕してDNA を抽出して次世代シーケンサーで解析、すべての遺伝子配列を読み取ります。そこで得られる膨大なデータは大型コンピューターで解析され、さまざまな情報が引き出されます。同じチューリッヒ大学に所属する情報科学の専門家、畠山正臣さんは、独自開発のソフトウェア寿司を駆使してデータ解析に取り組んでいます。検討されるデータは遺伝子配列だけではありません。植物が生育する土壌の水分量や日照など、野外で測定した環境要因のデータとの関係も見ようとしているのです。大体の遺伝子は半々ずつ、両方の親由来の遺伝子が発現しているんですけども、ある特定の遺伝子に関しては片方の親しか発現していない、片方の親の方がより強く発現しているというようなものが検出できました。統計的に検定すると、だいたい 1% の遺伝子がそういった遺伝子だったということですね。この結果は、分かれた新種の植物が両親の遺伝子の都合の良いところをうまく利用していることを示唆します。生物が適者生存だけでなく、環境の変化に合わせて進化している可能性が見えてきたのです。しかもこのような進化には、スイス山間部のウルナーボーデンに生息するアブラナ科の新種のように、わずか150年前の開墾がきっかけで進化が起こったと考えられるものも見つかっています。進化ゲノミクス部門のリーダーである清水健太郎さんです。清水さんらはさらに、同種の植物を日本とスイスでそれぞれ異なった環境で栽培、遺伝子の変化を調べるなど実験的なアプローチも行っています。野外から比較的急速な進化が起こっているのではないかというデータは多々出てきていますが、まだメカニズムも全く分かっていない段階です。実験的に進化を起こしてみるというような合成生物学的な研究をそろそろ本格的に考えてもいい段階に来ているのではないかというふうに考えています。遺伝子解析の進歩によって、生態学と遺伝学がつながり、進化の謎に迫る新たな挑戦が始まっています。